トノミヤです。今回なんですけれども、慶応 SFC の AO とはどのような入試なのか、他の大学学部と AO 入試はどのような点で異なるかということについてお話をしたいと思います。まず慶応 SFC の AO の特徴としては、内申や英語資格、年齢、研究業績などの制約が一切ない入試だということです。つまり慶応 SFC AO は誰もが受けることができる AO 入試です。これが他の大学や学部の AO 入試とは大きく異なる点です。しかしだからといって慶応 SFC の AO は誰もが受かる AO 入試ではありません。むしろ慶応 SFC の AO に合格するためには、他の方が持っていない独自の研究計画を持っている必要があります。ではそのような他の方が持っていない独自の、それも慶応 SFC に評価される研究計画を持つにはどうすればよいのか、ここではそのことについて考えていきたいと思います。まず慶応 SFC に評価される独自の研究計画を持つ上で必要なのは、他を知り己を知ること。つまり慶応 SFC の先生方がどのような研究をしているのかを把握した上で、自分自身が興味の持てる研究分野について考えることです。毎日学習会では慶応 SFC の教員108名についてどのような研究を行っているかをまとめた志望理由書類があります。それを見ていただいた上で、自分自身が興味がある教員を10名まで絞っていただき、その上で自分の興味がある研究テーマの手助けをしていただきそうな先生を 2,3 名ピックアップします。その中で慶応 SFC の特徴である学際融合、つまりある学問分野とある学問分野の組み合わせにより、今まで解決できなかった問題を解決するような取り組みができるように模索します。関連の先行研究なども調べ上げた上で、その上でまだ誰もアプローチしていない未踏分野に自身が SFC のテクノロジーを活用した上でアプローチをするというストーリーを作ります。これこそが慶応 SFC AO で求められる独自の研究計画になります。毎日学習会ではこうした研究計画の立案を全力でサポートします。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。ご相談、10日間無料体験、10日間無料添削は概要欄から LINE 公式アカウントにご登録いただければ幸いです。チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いいたします。